秋田県湯沢市岩崎地区に古くから伝わる鹿島様、道祖神道祖神は、村境、峠などの路傍にあって、外来の薬病や悪霊を防ぐ神である。後には、縁結びの神、旅行安全の神、子供と親しい神とされ、断根系の自然石、石に、文字や像を刻んだものなどがある。道祖神は、路傍の神である。集落の境や村の中心、 村内と損害の境界や道の辻、三佐寺などに、主に石碑や石像の形態で祀られる神で、村の守り神、子孫繁栄、近世では、旅や交通安全の神として信仰されている。薬彩の侵入防止や子孫繁栄等を祈願するために、村の守り神として主に道の辻に祀られている、民間信仰の石仏であると考えられており、自然石、五輪等もしくは、 石碑、石像等の形状である。中国では、紀元前から祀られていた道の神、道祖と日本古来の邪悪を遮る道の神が融合したものと言われる。全国的に広い分布をしているが、出雲神話の故郷である島根県には少ない。甲信越地方や関東地方に多く、中世まで遡り本小松石の産業が盛んな神奈川県真鶴町や、 とりわけ道祖神が多いとされる、長野県安曇野市では、文字人相対像に大別され、後進党、二23野党と共に祀られている場合が多い。各地で様々な呼び名が存在する。道禄神、祭の神、沙りの神、幸の神、田向けの神など、秋田県湯沢市付近では二王山の名で呼ばれる。同祖神の起源は不明であるが、 平安異文に収録される8世紀半ばの文書には、地名、生としての同祖が見られ、俗に本記、天平商法8年上には、人名としての同祖が見られる。神名としての書見資料は10世紀半ばに、編纂された和名類受賞で、11世紀に編纂された、本朝北家元記には、紀の国みなばい道嘘神の説話が記されており、 本尺物語集にも同じ内容の説話が記され、蔡の神と読ませている。平安時代の和名書にも、道祖という言葉が出てきており、そこでは、蔡の神という音が当てられ、外部からの侵入者を防ぐ神であると考えられている。13世紀の宇治周囲物語にいたり、道祖神をダウソ人と訓じている。後に、松尾芭蕉の 奥の細道の序文で書かれることで有名になる。しかし、柱自身は、道祖神のルーツには、何ら興味を示してはいない。道祖神が数多く作られるようになったのは18世紀から19世紀で、新田開発や、水路整備が活発に行われていた時期である。神奈川県真鶴町では、特産の本小松石を江戸に運ぶために、村の男性たちが海に繰り出しており、 皆が祈りを込めて同祖神が作られている。木の神と同神とされるサルタヒコ人と集合したり、サルタヒコ神を及び彼の妻と言われる、天の渦目の命と、男女一体の形で集合したりもし、神仏混合で、地蔵信仰とも集合したりしている。集落から損害へ出ていく人の安全を願ったり、悪役の侵入を防ぎ、村人を守る神として信仰されてきたが、 五国法上のほか、夫婦和合、子孫繁栄、縁結びなど、生の神としても信仰を集めた。また、時に、風の神、足の神などとして、子供を守る役割をしてきたことから、道祖神のお祭りは、どの地域でも子供が中心となってきた。道祖神は、様々な役割を持った神であり、決まった形はない。材質は、石で作られたものが多いが、 石で作られたものであっても自然石や加工されたもの、玉石など形状は様々である。像の種類も、お神と女神の祝いごと像や、握手、紅葉、切符などが描写された像などの相対像、手記の像、男根石、文字碑など、個性的で、バラエティに富む。あずみのしほたかの銅祖神。男女に神が手を取り合う、和合の形を示す、相対像が、 安住野市には多い。道祖神は日本各地に残されており、中でも長野県や群馬県で多く見られ、特に長野県の安住野は道祖神が多い土地でよく知られている。長野県安住野市には約400体の石像道祖神があり、市町村単位での数が日本一である。同じく長野県松本市でも旧農村部に 約370体の石像道祖神があるが、対して、九城下は、木造道祖神が中心であった。他、長野県辰野町の長沢底地区には、日本最古のものとされる、道祖神がある。奈良県飛鳥村にある飛鳥の石像物は、飛鳥時代の石像物であるが、道祖神とも呼ばれており、国の重要文化財となっている。道祖神を祭神としている神社としては、 愛知県名古屋市にある須崎神社が挙げられる。正正月の道祖神祭礼には、かつて、海の国で行われていた甲府道祖神祭礼や、現在も行われている神奈川県真鶴町、長野県野沢温泉村の道祖神祭りなどがある。ありがとうございます。